サイド、ヤマドライブウェイは、兵庫県神戸市中央区山本通から、中央区神戸港地方、北区山田町下屋上を通り、同市北区山田町小戸の五つ字交差点までを結ぶ、道路で、神戸市道神戸美濃谷線の通称である。サイド、ヤマドライブウェイ、サイド公園前全長は 8.2km。ヤマモト通から、サイド公園付近までがサイドドライブウェイ、サイド公園から、 兵庫県道16号赤市神戸宝塚線との交点である五筋交差点までがオクサイドドライブウェイに分けられる。管理は神戸市建設局道路部で1935年に開通。開通当初はオクサイド有料道路という有料道路であったが1974年に無料化された。道沿いには諏訪山公園とビーナスブリッジ、碇山、師匠山、 道徳山、大流寺、サイド山、サイド公園、神戸市立外国人墓地等がある。また、登山道の入り口もあり、ビーナスブリッジや、碇山付近には駐車スペースも設けられている。前線にわたり対面通行で、北行き、南行きの車線が一車線ずつあり、追い越しは禁止されている。見通しが悪く、道幅も狭い上、激しいアップダウンや急カーブが連続し、 路線バスも走っているので、走行には非常に注意を要する。一定量以上の降雨の際には、落石、崖崩れ等の恐れのため、全線通行止めになる。かつては深夜帯に車両により暴走行為を繰り返す、いわゆる走り屋が道路を占拠している状態となっていたこともあり、これら違法行為を防止するため、2000年頃から午後11時から翌朝5時までは、 マイカーは通行禁止になっている。また、二輪車及び原動機き付き自転車は種別に関わらず全線通行禁止である。2020年現在も違法改造車によるローリング走行は続いており、節目節目に兵庫県警察交通捜査課と国土交通省神戸運輸管理部などが摘発を行っている。再度、山ドライブウェイを通る公共交通機関に、 神戸市交通局の運行する神戸市営バス25系統があり、春から秋にかけての土曜、日曜、祝日に、三宮駅前から、森林植物園前まで運行されている。ドライブウェイ上には、ビーナスブリッジ、日本松、大流寺、イド公園、学習の森前、森林植物園西口、五筋の七つの停留所が設置されている。ありがとうございます。